皆さん調子はどうですか？オヤジブレイカーズのケイクケイです。オヤジ TV へようこそ。オヤジ TV では日本ヒップホップの歴史について有益な情報を提供しています。ただいま1989年を拡大して紹介しています。現在31歳の人が生まれた年なんですよね、1989年。なのでまあ懐かしさを共有できるのはさらに15歳ぐらい上の人たちでしょうかね。過去に紹介しました DJ アンダーグラウンドナンバーワンコンテストに関してコメントをいただいております。ハイテックグルーヴの写真左の人は DS4 ダボ5のケイザブロさんだそうです。それとデフビートには漫画家イラストレーターのUJT さんが在籍していたんだそうです。これも知りませんでしたね。そして DJ ドラゴン&ビッケ、これはですね東京ナンバーワンソウルセットの前身のグループだそうです。個人的に深掘りさせていただきました。まあみんな出世してるんですね。そういう意味で考えると DJ アンダーグラウンドナンバーワンコンテストっていうのは次世代アーティストの登竜門的な存在だったんだなと改めて思います。貴重な情報ありがとうございました。このようにですねオヤジ TV は日本ヒップホップヒストリーを皆さんで作り上げていく番組にもしたいなと思っておりますので、皆さんの貴重な情報やご意見お待ちしております。それではいつものようにThe Eyes of KFKを紐解いていきましょう。6月17日土曜、ラッパーズディライトボリューム2クラブチッター川崎、いわゆる大型ライブハウスの土曜深夜枠の2回目ですね。主催と出演はギャングスタ DX aka シュー率いるホームボーイズ、クレイジー A のジャップ MCs と、我々 B フレッシュポッシーでした。それからですねオールドスクール最後のブレイキングチーム東京 B6 クルーも出演していました。これは当時のメンバーの動画です。チノ、百太郎、ナッツ、コウジ、そしてアオピーで、この時ですね我が親父ブレイカーズの百太郎が、B6 クルーに在籍していたんですね。それと注目すべきはこのアオピーのギター型のターンテーブル、これすごいですよね。多分その当時トーンロックのワイルドシングが流行ってたんで、それのインスピレーションというかまあパクリなんでしょうけれども、それにしてもよくこれ作りましたよね。ちゃんとスクラッチも確かできました。針のねあたりどうなってるのかよく作ったなと思うんですけれども、逆に今だったらセラートで作れちゃいそうですよね。それと冒頭で、見てもらいましたライムスターの前身であるギャラクシーにもこの時一曲披露してもらったんですね。ここで興味深いのがショーの中で、ラッパーが、まあ、喋る曲間のトークですね。まずこの時代は日本語ラップとは言ってももちろん英語のフレーズを多用していたので日本語半分英語半分でラップのかっこよさとか雰囲気をなんとか保ってたんですね。で曲が終わってトークもできれば本場のラッパーが喋るようなかっこよさのまま日本語で喋るのが理想だったんですけれども、当時まだこれができてなかったんですね。
まあ、現在だったら例えばいや俺たち B フレッシュのブランニューシート届けるぜみたいな、いわゆるひな型がもう出来上がってるんですけれども、これがないんですね。なので英語も喋れないのに英語で喋ってたんですね。これが結構今改めて見てみると滑稽なんですね。で結局英語を喋れないので間が持たずに日本語の営業トークになっちゃうわけなんですけれども、今多くのラッパーがねヒップホップっぽいトークっていうのを自由に喋れるようになってますけれども、実はその後の先駆者たちが少しずつ作り上げていったからなんですね。これ意外と誰も取り上げていないと思うんですけれども、当時結構苦労しただけに自分的には大事なことだと思ってます。話は変わりまして、我が B フレッシュポッシーもメンバー間で分裂が始まるんですね。片や DJ クラッシュ、DJ バング、DJ ゴー、ムロとで楽曲制作するようになります。そして自分と MC ベルと DJ ビートの3人がよく、まあ、頻繁に集まって楽曲を制作するようになります。これはですね、お互いが住んでいた場所、住んでいた地域に関係していることで、精力的に楽曲制作する上で便宜上のことなので、まあごく自然でクリエイティブな分裂だったと思います。その後 DJ クラッシュ、 DJ バング、 DJ ゴー、ムロトでクラッシュポッシーとなるんですね。自分と MC ベルト、 DJ ビートはその後、まあ、B フレッシュが出来上がっていくんですけれども、今考えてみればこの映像がB フレッシュポッシーでの最後のステージだったと思います。7月31日月曜 DJ アンダーグラウンドナンバーワンコンテストボリューム3、行われました。この大会に DJ セイジが、出場して見事優勝を果たしました。続きは次回に。これからも日本ヒップホップの歴史について有益な情報をお届けします。それではバイバイ。